報、日本代表アジアカップ落選メンバーを見た海外の反応、贅沢な悩みだ。サッカー日本代表は1月1日、12日に開幕する AFC アジアカップに臨むメンバー26人を発表。鎌田大地、古橋亨梧、タイ代表戦に出場した田中碧らの名前はなかった。森保はじめ監督は会見で、一人一人の招集されていない選手についてはこの場でお話しすることは避けさせていただきたいと前置きした上で、招集できる条件の中でベストのグループを作った、選手にも置かれている状況がありますので、このチームを編成するにあたってベストを選んだということで理解していただければと思いますと述べている。なお落選となった主なメンバーがこちら。田中碧と鎌田大地がいないのはなぜだ？え、どうして古橋が仙台なの？俺は鎌田のクラブでの活躍を追いかけてないからわからないが、亨梧は驚きだ。使いこなせなかったとしても、上田が好調だとしても、古橋が圧倒的に一番のストライカーだ。鎌田と古橋が俺のお気に入りの選手だ。森保監督の頭の中がわからないよ。大迫勇也は J リーグの得点王だった。どうして呼ばれなかったのか理解できないわ。坂本は日本代表に選ばれなかったが、怪我で1ヶ月以上離脱の三笘は呼ばれるという。藤本神谷が森保から代表入りの電話を受けるには何が必要なの？日本の贅沢な悩みだ。代表メンバーに30人呼べたらいいのに。彼らがいなくても非常に競争力の高いチームだ。